ティータはいるかしら。もしかしたら中央工房に行ってるかもしれないわね。おじいちゃん、2階のお片付けは終わったよ。おお、すまんな。それじゃあそっちの部品の整理をしてくれんか。はーい。二人とも研究所の方にいるみたいね。ええ、行ってみましょう。こんにちは。あ、シェラさん、お久しぶりです。今日はどうしたんですか？おお、カシウスの弟子か。久しぶりね、二人とも。ずいぶん散らかっているけど、やっぱりさっきの地震のせい？実はそうなんです。二人ともお久しぶり。あ、ご無沙汰してごめんなさい。お、エステル。あ、お姉ちゃん、エステル、お姉ちゃん。あ、ティータ、エステル、お姉ちゃん。何よ、本物って。だってだって、ヨシアお兄ちゃんがいなくなっちゃったって聞いて、エステルお姉ちゃんまで外国のどこかに行ったって聞いて、このまま会えなかったらどうしようって。私、そっか、ごめんね、挨拶もしないで遠くに行って。確かレマン自治州にある訓練場に行っておったそうだな。いつ帰国したんじゃ？帰ってきたのは少し前かな。今までルーアンで仕事をしてて、サイスに到着したばかりなのよ。そうじゃったか。おや、お前さん方は。お久しぶりです、博士、ティータちゃん。お邪魔させてもらうよ、クローデさん。それにオリビエさん。二人とも私たちの調査に協力してくれてるの。ルーアン地方でいろいろあってね。そうか。こんなところで立ち話もなんじゃ、今の方に移るとするか。クーデターの黒幕どもがすでに活動を始めていたか。しかも再びゴスペルを持ち出してきたとはの。空間投影装置が生み出した映像を遠く離れた座標に転送する。そんなことどうやったら可能なんだろう。空間投影装置そのものは決して不可能ではないはずじゃ。わしもいずれは作ってみようと思ったからな。じゃが、生み出された映像を遠くの座標に転送するのは、さっぱりからくりがわからんわい。敵の男は新型ゴスペルの実験をしてたって言ってたのよね。確かに一回り大きかったし、動力停止現象は起きなかったけど。そういえばクーデターに使われたゴスペルの方はどう？解析は進んでいるのかしら。それがな、解析を進めれば進めるほど奇妙なことが分かってきてな。奇妙なこと？結論から言うとな、
あのゴスペルそのものに動力停止現象を起こす機能があるとは思えなくなってきたんじゃ。え？でも実際にあの黒いオーブメントが動力停止現象を起こしたのですよね。あくまで表面的には。じゃが先ほど言ったように内部の結晶回路を解析してもそんなことができるとは思えんのです。動力場の歪みらしきものを発生させるのは確かなんじゃが。動力場の歪み、動力場というのは動力エネルギーの周囲に形成される干渉フィールドのことを言います。大抵は一定の法則で力線が描かれるんですけど、おじいちゃんが解析した結果、ゴスペルが生み出す動力場はこの法則から外れているらしくて。むむ、ちょっと話が専門的になってきたかな。私もちんぷんかんぷん。まあありていに言うと既存の法則に当てはまらない歪んだ動力場を発生するのじゃ。じゃが動力場というのはあくまでも一定の時空間における動力エネルギーのあり方に過ぎん。方向性が与えられない限り動力停止現象のような具体的な作用が起こるはずがない。正直困り果てていたんじゃが、ルーアンでの事件を聞いて新たな可能性が開けたかもしれん。知らせてくれて礼を言うぞどこがどう役に立ったのかいまいちピンとこないけど。敵が使っていた投影装置は王国軍が調査しているはずよ。興味があるなら連絡してみたら。そうさせてもらおうかの。そういえばお前さんたちはこれからどうするつもりじゃ。しばらくツアイスで仕事をするつもりなのか。あ、それなんだけど。おお、先ほどの地震についてか。確かにリベールで地震が起きることはめったにない。しかも3日前にボルフトリデで同様の地震が起こっていたのか。3日前。ザイスの市内は揺れたりしなかったと思うよ。確かにちょっと変かも。自然現象だし結社が関係してるかわからないけど、調べられるだけは調べてみるわ。地震か。ひょっとしたらあれが使えるかもしれんな。え？あら、何か役に立ちそうな発明でもあるんですか？数年前に作ったある装置があるんじゃが、あれにトランスミッターをつけてカペルに解析させられれば。いけるかもしれんの。もう博士ったら一人で納得しないでよ。いや、お前さんたちの調査に協力してやろうと思ってな。お前さんたちはボルフトリデに調査に向かうがいい。その間にいいものを用意しよう。それは助かるけど、いいものって一体何なの？それは後のお楽しみじゃ。それでは早速中央工房に行こうかの。ティータも手伝ってくれんか？ごめんなさいエステルお姉ちゃん。せっかく久しぶりに会えたのに。いいって。とりあえずティータの顔を見られただけでも嬉しかったしね。しばらくサイスにいるからゆっくりできる機会はあるわよ。
ちゃん。えへへ、そうだよね。あの、皆さんもお構いできなくてごめんなさい。とんでもないです。機会があったらまた寄らせてもらうわ。その時はぜひとも僕のことをお兄ちゃんと。だからあんたはやめい。それじゃあまた後で。準備ができ次第ギルドに連絡するからの。相変わらずな二人ね。ああ、ティータちゃんって相変わらず可愛いわね。思わずギュッと抱きしめたくなっちゃうわ。僕もさ、甘いミルクの匂いがする柔らかな子猫のような死体、想像しただけで燃え尽きてしまいそうだよ。知らねえわ。ともかくあんたは犯罪だからやめなさい。シェラザードさんたちの気持ちもちょっとわかります。私もティータちゃんともっと仲良しになりたいな。もうクローゼまで心配しなくても、オリビエ以外だったらすぐに仲良くなれるわよ。エスケル君ひどい。さてと、そろそろギルドの仕事を始めましょうか。うん、そうね。他の仕事をこなしながらボルフトリデに調査に行きましょう。
まったく地震なんてやめてほしいな。この間のあの怪しいやつといい、なんだか不吉な予感がするよ。怪しいやつってそんな人がいたの？ああ昨日変なやつを見たんだ。見かけないやつがさ、黙ってここに立ってたんだよ。あんまり人通りがないところだし、ちょっと気味が悪くってね。確かに気になるわね。その怪しい人物の風体をもう少し詳しく聞かせてくれない？ああ、お安い御用だよ。とにかく背のでかいやつだったね。そいでもって黒いスーツに同じく真っ黒な手袋をしてて、とどめにサングラスまでかけてたからやたら目立ったよ。サングラスって何よそれ？日差しを遮る特殊なメガネさ。見たらすぐにわかるよ、レンズが真っ黒だからね。それじゃ前が見えないんじゃない？大丈夫、ちゃんと前は見えるんだよ。でもこの辺りじゃしてる人は見たことがないね。ええ、そうね。個人を特定するにはかなり有力な情報だと思うわ。黒いスーツに黒い手袋、おまけにメガネまで黒なんて、なんか疑ってくださいと言わんばかりのやつじゃない。これはキリカさんにも報告しといた方がいいわね。そうした方がいいみたいね。
砦の調査を済ませてからまとめて報告するとしましょう。事情はわからないけど、少しはお役に立てたかな。うん、もちろん。どうもありがとう。話してくれて助かったわ。
ち、今用意してる装置きっと役に立つと思うよ。大急ぎで作業するからもうちょっと待っててね。この装置なら大急ぎ。調査は進んでおるか？こっちの準備はまだしばらくかかりそうじゃ。用意が整い次第ギルドに連絡するからの。エステルじゃねえか。随分と久しぶりだね。お久しぶり。整備長さんも元気そうね。なんだ、今度もまた仕事か。うん、サイス支部から応援の要請があったのよ。だからしばらくこっちで仕事をすることになるわ。おう、そりゃ心強いね。じゃ、何かあったら遠慮なく依頼させてもらうぜ。てちょうだい。ところで博士のとこにはもう顔を出してきたのかい？あ、ちょうど行ってきたとこよ。なんだかティータに熱烈歓迎されちゃったわ。そいつはそうだろう。ティータ坊のやつ、ずいぶんお前さんを恋しがってたからね。ティータ坊が熱烈歓迎か。無理もねえ話だぜ。ティータ坊のやつ、ずいぶんお前さんを恋しがってたからね。エステル君、来たか。工房長さん、お久しぶり。生誕祭の時以来だったっけ。ああ、そうなるかな。いろいろあったそうだが、元気そうで何よりだよ。ありがとう、工房長さん。ところで、こちらの方は。うん、知らねえ。じゃなくて、支部の先輩。ロレント支部所属の遊撃士、シェラザード・ハーベイよ。短い間かもしれないけど、よろしくお願いするわ。こちらこそよろしく。しばらくサイス支部の応援として滞在するそうだね。私も市の代表者として君たちの働きに期待しているよ。ええ、任せてちょうだい。うん、精一杯頑張るわ。そういえば工房長さんの方もギルドに協力してくれてるそうね。ああ、先ほどの地震の後でキリカ君から連絡があってね。地震の前後に何か不審なことがなかったか情報を集めているんだ。まだ始めたばかりだから成果は上がっていないがね。そっか、まあそう簡単に結果は出ないわよね。
私たちの方はウォルフトリデを調べに行くところだし、工房長さんには引き続き市内の調査をお願いするわね。うん、何か分かったらすぐにギルドへ連絡するよ。エステル君たちも気をつけてな。うん、じゃあまたね。市内の情報収集は近頃は街道も危険だから十分気をつけていくんだよ。Thank you.